どうもーどうも、こんにちは、ジェヌインです。どうぞよろしくお願いします。ということでね、皆さん、まあ、来たよねってことで、平日だから厳しいよね、どうしたってことで、ちょっともう今日はね、行けなかったんですけど、はい、乾杯、バカもちょっと、見たあんたと、ジェヌインです。どうぞよろしくお願いしますって言ってるでしょ、本当に。おめありがとうってことで、ちょっとね、みんな、見たってことで、これ、ちょっと、デビュー戦ね、ちょっと、はいってことでね、ちょっともうみんな、もうとりあえずもうね、ほんとちょっと準備ってことで、マジで、とうとう来てしまったってことでね、これ、皆さんよろしいでしょうか。これ、ちょっと待って、おめっていうのに、これ、何これ、ちってのが混じってんだけど、これ何これ、ほんとに、ちょっと皆さん、とうとうね、この日が来てしまったという、ちょっとブレスが、まあ、先に、まあこう、ブレス兄ちゃんがまず、一発決めてくれたんだけど、ここで、いよいよね、本家、来ました。みんなとね、まあ、馬選びから始めーの、競り参加しーの、名前決めーのっていうね、まあそこまで、やったスマイル軍団から、純スマイル軍団構成員、オス、ムービー、勝ちましたってこと。勝ちました。もうね、めっちゃ今、めっちゃ涙出てます。ほんと。もうこれちょっとね、感動が止まらないっていう、ちょっとみんな見た本当に。見ましたかっていうことで、これ、どううるさすぎてミュート。ミュートどういうことですかっていうね、マジで。ちょっと、今日ほんとね、もう、ちょっとね、ごめん、ちょっと今日はもうほんと、もうかっこいい、今日はもうほんとに笑いとかなしで、もうマジで、っていうかもう今工場から帰ってきたばっかりなんだけど、マジで、もうちょっと、この日がこんな早く来るとは、マジで、おめでとうありがとうってことで、これ、ちょっと、早速、祝電が入りました。もしもし。ありがとうございます。今ね、祝電が入りました。ちょっと祝電が入ったよってことで、ちょっとこれ、もうね、今日はね、ほんとちょっとお祝い気分でいいかしらっていう、マジで。嘘涙。誰が嘘涙？バカ、感動しないこれ。ちょっと、ほんとね、もう、嬉しくて、もう、ほんと、もうほんとね、ちょっともう、マジで、もう今日ちょっとね、ダメか、もう放送できないかもしれない。もう、もうこの日のことを、もうどんだけ夢見たことでしょうか。ね。ちょっと来ました、私くれ。もしもし。おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか今ね、ちょっとイケメン風な、なんかちょっと多分、髪にメッシュが3本線ぐらい入ってる、ちょっとイケメンの24歳からちょっと、はい、いただきました。ありがとうございます。いや、マジでもうほんと、めっちゃ嬉しいってことで、もうちょっと続々と、祝電をいただきました。はい、ちょっと多分、ラグが多分ね、30秒ぐらいあるんで、パソコンがボロいんですよ。またいた。もしもし。ちょっと、これ、今ちょっと万円職人から、ちょっと、またし、ちょっと。もしもし。ジェニーさん、おめでとうございます。ありがとうございます。もう、ちょっと次々と、皆さん、次々と祝電がね、もういただいたってことで、もうで、ちょっとね、もう今日という日を、まあ、みんなもね、待ってたと思うんだけど、待ってたと、ね、祝電こちらまでってことでね、はい、何も不正字になってないです、本当に。もうね、スマイル軍団で、ちょっと、もしもし。ジェニーさん、おめでとうございます。今女性の声がした。ちょっと今女性の声がしたんですけど、ちょっと、あれ？ちょっと今女性の声じゃありません。ちょっと待って、ワンギがいっぱい。ちょっと、今ね、女性の声がちょっとしたと思うんですけど、はい。ちょっと、あれちょっと、今聞き間違い今の。ちょっと流れがちょっと、なんか、やっぱりこう、勝ち馬の馬主ってモテるのかなって、ちょっと、もしもし。おめでとう。ありがとうございます。ちょっと聞こえなかった。語尾が聞こえなかったけど、おめでとうって、もうちょっとおめでとうっていっぱい入れてもらいました、本当に。あら、もう、っていうかね、まあ、このおめでとうはすべて、まあ、ちょっとムービーにこう届いてるって感じなんですけど、もしもし。松葉ちゃんってどっち俺っていう、もうありがとうございますってことね、そうそう、バイエン職人さんが、ちょっとね、まあ、今祝電もいただいたんですけど、どうやら放送もしてくれたということで、ちょっとね、チラッと見たんですけど、普通になんかちょっとイケメン風ですごく嫌だったです。はい。すごいね、イケメン風だったんで、あ、ちょっとなんか嫌だなって思いました。はい。ということで、もう今日は、マジで今日はちょっと、もう感動に打ち震えてますっていうことで、見たみんな、ワンスクあるだろう、そう、ちょっとチャンスあるかなっていうね、そうそう。もうほんとね、よかったなっていう、見たほんとに、何が、おっさんばっかりですけどね、ほんとね、うん、そうそう。マジで、もう、ちょっとね、まあ僕、まだちょっと1回か2回ぐらいしかちょっとまだ、見てないんだけど、ちょっとね、もう、ほんとね、もうね、言葉で表せない。ただ、もうね、今日は泣かせて、ほんと。もうね、マジで、こう、なんかね、胸がね、もう、胸熱っていう。うん。もう、胸がこう、キュッ。わかるこれ。マジで。ほんとに、動画見よっか。俺も動画見ようっていうか、もう、とりあえず、もうほんとに、ありがとうございます。もうほんとに、もう、これは、もう、今までね、応援してくれて、もうみんなが、ここまでね、諦めずに、もうここまでね、この勝利の瞬間を、まあこうやって、皆さんとね、一緒に味わえるのが、もう、これはね、何よりも変え難い。本当に、まさかね、こんな、ニコニコ生放送とか、こう配信で、こう一緒にね、まあ始めた馬が、2歳のうちにね、こう、初勝利をあげるなんて、本当に、ありがとうございます。はい。それでは、爆笑一発ギャグやります。ご唱和ください。もしもし、お前、今からちょっと爆笑一発ギャグやりますっていう時にちょっと電話かけてくれて、どういうタイミングですかって、バカやろ、本当に、ちょっと今、本当に、ネカマさんですかっていう。ちょっと、いやもうほんと、ありがとうございました。はい。それでは、ご唱和ください。爆笑一発ギャグ。右手はコップに、左手は胸に、おっぱい！ありがとうみんな。おっぱいってことで。はい。じゃあちょっとね、もう飲んでください。皆さん今日はもうブレイクオーってことで、もうどんどん飲んでください、ほんとに。うん。なんだよそれ、これ。またこれ何？ W だろこれ W な。何これ Z って。チャップリンありまい。誰がチャップリンですかってこれ。何これ。おっぱいだろそこは。そこ大爆笑のところなんだよムービーに謝れって感じ悪いこれ。ちょっと。感じ悪い。何この Z とかこれ。そこは W。W って。バカ。めでたい日なのにちょっとこれほんとノリが悪いね君たち。ほんと、じゃあ見るかもうちょっと。もう見るかってこと。ムービーが泣いてるぞっていうかバカ。もうムービーかマジで今日ちょっと、ちょっとレース前にまずキムタケさんのコメント聞く？うん。まあ今日ね、たけしさんのおかげだったねっていうのは確かにあるんだけど、もうね、たけしさんが、まあ、言ってたコメント。いい？そのまま言って。まあちょっと旧社の関係もあると思うんだけど、ムービーって、ちっちゃい版大偉人、ちっちゃいのかよみたいな。うん、大偉人ももう若い頃って真面目に全然走ってなかったんだけど、その辺がよく似てるって。今日も全然真面目に走ってないらしい。ムービー。うん、だからちょっと最後気合い入れてやったみたいなね、そんな感じだったけど。うん、たけしさんには、うん。エージェントからね、俺をちゃんと、まあ、連続で乗ってくれることはもうちょっと難しいかもしれないけど、またぜひよろしくお願いしますと、はい、いう感じで、そう。もう本当に、これでも、ジェヌインです、どうぞよろしくお願いしますって言ってるでしょ、本当に。マジで、ということでね、本当に、よかった、マジで、まあ、ちっちゃい版だけどね、大偉い人みたいな。まあ、っていうかね、真面目にまだね、全然走ってないらしい。だから、もう、ぴゃーって前行っちゃって、なんか、ん？みたいなね。ぴゃーって前行っちゃって、ん？みたいなね。何が社交辞令ですかっていう、ちょっと、何それ。もうちょっとそんなこと言ったらね、まあ、いや、たけしさんもっともう一回乗ってくださいってね、今ちょっと、もう乗せないって言おうとしたけど、そんなこと言ったらほんとね、ちょっとほんと殺されるんで、まあ、ちょっとまずはですね、乗ってください。今日はたけしさんじゃなかったら多分無理だった。それは確かにみんなの言う通りだわ。うん。確かに、直線でもう完全に、ちょっと、空というか、手前も変えないし、もう、何この、遊び放題みたいな感じの状態で、もう、よく、ほんと持ってきてくれたなっていう。まあ、あれはもう、やっぱ、たけしさんだなっていう。うん、そういう感じ、そうそう。うん、タイムね、だいぶ良くなったっていうこと、本当に。うん。まあ、ちょっとずつね、こうやって仕上がっていくのか、大人になっていくのかなっていう感じよ、マジで。うん。タイム的、まあ、こんなもんだろうね。でも、あれは、ムービーが自分で作ったタイムだからね。まあ、そういう風に見てもらえばいいかなと。うん。だから、誰か前に置いて、そこついてってっていう感じではないからね。うん、そうそうそう。だから次また期待かなと。ただ、ちょっとね、次は、まあ、クラスが上がるし、ちょっとね、やっぱさすがに直線たけしさんに追ってもらって、ちょっと上がりちょっと、やっぱ反動出るかなって感じあるから、ちょっとね、休ませるかもしれない。うん。まあ、2週間ぐらいだけどね、言っても。うん。そうそう。まあ、そんな感じです。ということで。うん。長期離脱となるような大きな怪我ではないようです。どうぞご安心ください。どういうことこれ。うん、ちょっと別に怪我はしてないんですけど。うん、そうそう。お前現地くなま。言うそれ。ちょっとね、お前現地くなって、ちなみに今日も言われたんだけど、いや、今日もね、ちょっと、まあ、ジェネイさんいないんで、とりあえず、薬やってきましたみたいなエージェントがね、ああ、まあそうっすか、また、あれですねっていう、まあ、ちょっと、でも、ちょっと、もし次、まあ、ジェネイさん来た時に、まあ、負けたら、まあ、基本的にちょっと直接観覧 NG でみたいな。NG かよみたいな。馬主なのに見れないのみたいな。うん。そんな感じで言われた。マジで。うん。どうしようっていうね。そうそうそう。ほうすけ。だからもうそれは、中一周とかっていうのは、それはもう使いながら仕上げていくって、そんな感じだから。うん、そうそう。たけしさん怪我したの今日。マジでレースの後よかった前じゃなくてっていうね。そう。うん。大丈夫なのかなうん、そうそうそう。いや、マジで。これほんとよかったっていうね。カフェインとか使ってないから、マジで。うん。リーディングを争って橋本厩舎だからもうそんなないから。うん、そうそう。あ、もう MV おめでありがとうってことだね、本当に。うん、何が。そうだそうだ、現地だ。なんなんだよ、君たちは本当に。ちょっと馬主だからちょっと口取りさせていただきたい。うん、ちょっと、その辺はね、ぜひやりたいなっていうことで。うん、行くか、ちょっとこれ、見ちゃうも、ちょっと見ちゃうってことで、ちょっと君たちちょっとこれ、チャットどいてくれってことでね。うん。ちょっと見ちゃうか、これ。もうちょっとやばい。もうまたちょっと涙、ちょっとね、うるるん滞在期なんだけど、これ。ちょっと見ちゃうか、これ。うん、ちょっと待って、今、ちょっとレイアウトを整える。だからちょっと今回は、僕金入ったらね、速攻でちょっとパソコン買うんで、ちょっと見ようか。こっちせっかく多分ね、録画してくれてる人がいるってことで、うん、これちょっと、ここ見ていいこれ。ちょっと待って、スマイルム、あ、ジャパンから行くか。ジャパンから行くここちょっと、一発ね、これ。うん。直視すんな。どういうことすんなよって。なんでそんな、なんか、こう、伏し目がちに、いや、僕ちょっと、なんか、人見知りとかしちゃうんで、どういうことだよ、それ。自分の馬ですから、これ。うん、そうそう。ジェヌイン、キムタケ、レース、前走、レース発走前だ。マジでそうなんだ。そうなのちょっと、なんかね、うちの馬がちょっと逆に迷惑かけなくてよかったねっていうね、そうそう。うん、園田の司法、キムタケ、怪我させたら言う。うちの馬じゃないでしょ、それ。なんでそんなもうちょっと、うん、キムタケ、100万詰めても、今回賞金いくらだと思ったら30万、70万のマイナスだろ、それ。うん、見たからどうでもいいよって、なんか冷たいことばっかり言って、これ。大山とキムタケ。だからその、慎吾さんはもうちょっと年内無理ってことで、もうしょうがないな、それ。なんかちょっと、なんか、スマイル軍団に乗ろうというなんか依頼がありそうな感じのジョッキーみんな怪我する。そういうのやめてってのかな、本当に。なんか、このジョッキー、なんかこの馬主の依頼はもう受けませんみたいな、そういう風潮を作るのをちょっとやめてもらえませんかっていうね、そうそう、見ようかっていうことでね、うん、5回も見た、マジでちょっと、うん、ジャパンから見ようか、ジャパンから。うん、そうそう、ジャパンから見ようか、ちょっとね、スマイル、ジャパンということでね、うん。ジャパンも頑張った。これね、ジャパンも褒めてあげて、本当に。もう、初掲示板。マジでよく頑張った、本当に。ちょっとね、褒めてあげてほしい。うん。ちょっと待ってよ。俺ちょっとね、今日ね、なんか、ちょっと嬉しすぎて、ちょっとイヤホンをなくしてしまって、今ね、音がね、全然これ聞こえないんだけど、マジで。うん。ハゲジャパンと、ジャパンはだからもう本当にね、我慢して今、一生懸命お勉強させてると。うん。それで、やっとこうね、差し競馬とか、まあ我慢することを覚えてきたから、もうこの調子よ。うん。あとは、ちゃんと我慢することを覚えたら別に前目で折り合ってもいいんだから、まず今は本当お勉強中。うん。今日本当よく頑張ったと思う。そうそうそう。見ようか。うん。ちょっと待ってよ。これ下の方行くか、これ。うん。何が感謝、そうだね。長男先生は、ほんとちょっと、不義なことをしまって、申し訳ないけども、まあ、すごくね、恩義には感じてます。はい。もう、またご縁があればぜひねっていう、はい。そんな感じです。うん、そうそう。感謝ね、そうそう。ジャパンのね、成長をみんなでちょっと見届けよう、ほんとにね。ちょっとじゃあ、クリックってことで。スマイルジャパン。ちょっとこれ音をもうちょっと大きくするか、うん、そうですね、まあ、こんな感じ、うん、今日ね一人でねハルさんが一人で弾いてたねっていうね、見えてるこれ、見えてるこれ、ちょっと負けすぎです、うん、そうそうそう、そう11番人気でね4着これ頑張って、あそうこれね返し馬のね返し馬のところでちょっとどういう返し馬してたかってこれ板野さんがね何これ、うん、まあ、ポニーはいいよもうちょっとポニーはいいかもう返し見せて返しを何これ、うんってこと何番人気ねジャパンああちょっとこれ、ね、90倍ってことね、うん、頑張ってるちょっと見ようこれ、うん、そう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 クロントリガーさんはねちょっと今回で、まあ、ちょっとコンビ解散ってことで、うん、そうそうだポニーでちょっと返しをしてくれ返しを、うん、これ何番だっけ4番そうか4枠4番ねちょっと見ようこれちょっとノーカットでいくわ、うん、スタートはこれね、ほんとね、ちゃんと、まあ、スタートはいいんだけど、今はほんと我慢の競馬を覚えるところだから、うん、なんでポニーが必須なのおかしいだろうだから、見せてくれよ、俺に返しを返し。返し馬でもね、吉村さんの時は、ほんと返しでもちょっとね、喧嘩しちゃっても、そこでも消費しちゃってたから、うん、だからそこをちょっとチェックしたかったのね、なんでポニーそこ出して、うん、そうそう、そこチェックにいたかったんだけど、うん、そうか、見てあげてこれ、うん、12番の超スリムがゲートに収まります。はい。枠入り完了。いくよこれ。はいスタート。スタートしました。ではいいんだよなこれ。ではいいんだよなこれ。うん。だここででもね板野さん、ねうまくここでね我慢させっていうのでスッと下げてるんだよね。うん。これもねもう苦しいと思うけどお勉強なんだよこれ。うん。ちょっとですね騎手とこうコミュニケーションが取れるようにね。うん。そうそう下げて砂をかぶせてっていうこういうちょっと嫌なシチュエーションでもちょっと頑張るようにっていうお勉強。うん。そうそう。うん、いやスピード不足じゃなくてこれ抑えてんだから。うん。もう後ろから行くっていうそう要は控える競馬を今とにかくやらせて、うん。じゃあ距離が多分持たない。っていうのがあるから、その半分ぐらいちょっと歩かせて後半でピッて抜くっていうそういうのをやらせてあげたいっていう、うん、そうそう、うん、じゃあねお前ありがとうってことだよね、そうそうそう、うん、いやここでじゃ今はお勉強中だから本当にジョッキーがオッケーって言った時にこういけるようなそういうのを覚えさせてるところだから、うん、大丈夫スピードがついていかないわけじゃなくてそれはもうスタートの段階見てもらえば分かるあのスピードはちゃんと持ってるから、うん、でもそうだの専用で高めたらそこはね大事なんだよね、うん、そう先頭2番天使のコレクター400を通過。いつもだったらもうここでね下がってるところこれ。単独7番ベイリーグッド2番手。あとは3馬身まくってるよジャパンがっていうねみんな見たこれ。ねお勝負ちょっと強かったかも本当に現地から。これほらここ違うよもう馬が変わってる。7番ベイリーグッドこの2頭が抜け出してあとは3馬身4馬身差3番手に12番超もうこれまあちょっとここ伸びかえてるけどでもちゃんと伸びてるからね最後まで。持ってるよこれちゃんと。勝ったのは7番のベイリーグッド人気に応えます。そう俺やってたよねこれ目を疑ったマジでそうだよな本当に。3着12番の超スリムが追い込んでいます。ジャパンもね少女からこれ少女から大人の女になってる。向こう正面中ほどから外身をついて上がっていってこれそして逃げる番手のコレクターを捉えて先着です。ジャパンがちょっと本当にね人間のまあ女性だったらもう絶対結婚してるっていうねマジで相当頑張ったぞ今回もう花丸あげちゃうこれ、うん、これねちゃんと最後戦までねこれ、諦めず伸びていった。よく走ったよなこれ本当に。今後ね、次はまあ多分上がり問題なければまあ、中一周、うん、行くから、そうそうジャパンやしかも今回プラス体重で出てきてるから。うん次も板野さんね、やっぱ板野さんはね、折り合いがうまい。板野さん折り合いがうまいから、もうその辺はもう任せられる。だから板野さんに、今回、あ、またなんか掴んできましたっていう話らしいから、うん。これはちょっと、もうこれ、ほら、馬群戦闘ですね、みたいな。そう。これはいいよ。逃げようと思ったら逃げられなくなって。いや、それはないよ、それは。うん。だそれは控えれば2番手、3番手の競馬っていうのはもう、いつでもできるから、それは。うん。だ折り合いをしっかり覚えるっていうね、ジョッキーの言うこと聞くっていう。うん、そう。次楽しみだね、本当に。うん。そう。いや、マジで。これはほんとね、収穫。ただね、この、もう次がまた同じことができるから、やっぱ2回連続できないとね。うん。ちゃんと、徐々にこう着順を上げていくっていうね。そう。それができないと意味ないから、マジで。うん。ということで。ほんと。うん。どんな薬飲ませたんだ？あ、カフェイン。バカやろ、ほんとに。なんか、そういうことちょっと言わないでくださいねって。飲ませるわけないだろ、そんなもん。うん。むしろ今は走るよりも、もう折り合いだから。うん。そう。どんだけジョッキーの、ま、言うこと聞くかなっていう。そういうこと。うん。マジで。ちょっと、ほんと失礼。何それっていうね。そう。あ、ムービーってこと。ちょっとムービーか。じゃあ続いてね。うん。マジでもうほんとね、ちょっと感動だわ、これ。ちょっと、あ、いかん。ちょっと、あ、これちょっと、どうやっても飲んだっけ？バック。バック！あれどうやってやるのこれ。バック。ちょっと待ってよ。今、あー、ちょっと待ってよ。スマイルムービーね。今ちょっとやりますんで、そうそう。あ、1万8000おめでとうってことで。まあ、それよりも本当にジャパンが、もうね、ジャパンがけなげに、もう俺、ジャパンやっぱ好きだわ。このけなげに、ちゃんとね、学習してるっていう。まあちょっとムービー買ったんだけど、全然学習してないっていうのがいつもあるから、もういつこいつ走らなくなるんだろうって、やっぱそっちの方が怖いんだよね。マジで。通報しまった。違う。だから、もう今は本当に頑張って折り合ってますねっていう、そういうことだよ、本当に。そうそうそう。お。どれだっけ？これか。これかな？ん？これ？どっちだ？ん？どっちだこれ。そうそう。1万8000。1万8000は、ちょっとちょっとね、先週ちょっと、事故で、ブレスの賞金をちょっとね、京橋の、中国人パブでちょっと失ってしまったっていうのがありまして、まあちょっとそれをね、穴埋めということで、はい、まあ1万8000も有効に、はい、今、これ本当ね、今後はもうビタ一文、無駄に使わないようにね、ちょっとやっていこうかなって思うんで、本当にね、本編来たと。1万、いや、もう1万8000は、まあちょっと、中国人パブの、ちょっとね、新しい女の子、ちょっとルルちゃんっているんだけど、まぁ、ちょっと、その子にちょっとね、上海出身なんだけど、ちょっとルルちゃんにちょっと突っ込もうかなっていうね。まぁ、ちょっと、それはちょっとまだ、おいおいね、おいおい。そうそうそう。いや、ジャパンはね、ほんとね、俺は好き。もう、ジャパンだったら俺マジで、その人間だったらね、まあ、上戸彩？まあ、ジャパンって、まあ、人間に例えると、まあ、上戸彩だと思うんだけど、まあ、相当可愛いぞ、ほんとに。毎回、けなげにね、ちゃんと覚えてるんだよな。ちゃんと、だって、見た？これ、見た？ちょっともう見せるわ。ちょっと待って、ちょっと、どうやってやるんだっけ、これ、結果。もうね、毎回ね、タイムを縮めてるんだよ。これ、マジで。ほんと、キムタキ見舞いに来て、いや、たけしさんはちょっとほんとね、なんか俺のせいでちょっと落馬したみたいなね、そういうのちょっと、ほんとあんまり嫌な噂をちょっと立てるのね、やめていただけますかっていうね、そうそう。まあ、お見舞いっていうかちょっとね、残念でしたねっていうのはね、ちょっと言っとくわ。そうそう。長い方は返し馬、パドック、森、短い方は、あ、なるほどね。オッケー。短いのってどっちなんだろうこれ、短いのって。短いのってどっち？短いのってどうやって見んだよ、これ。短いのこっちかな？上の方？クリック。そう。馬がかわいそうって、頑張ってるでしょってね、そう。あ、ルルちゃん、ルルってRURU。そう。そう、何これ、くずばぬし、なんで今ね、一生懸命馬のね、勝利を喜んでるところじゃん、これ、警告が出たなんか、保護されてますって、どういうことですかっていうね、そう。いや、マジで、ちょっと見ちゃう、これ。もう続きまして、もうこれがね、ちょっと伝説の瞬間、まあ、2011、11.9、これね、記念日にしようみんな。毎年この日はお祝いしよう。ほんとね、良かったねってこと。まあ、もちろんブレスの日もね、まあ忘れないんだけど、まあこの 11.9 っていうか、まあね、この2011年の11月っていうのは、ほんと、まあ伝説が始まった月ですねっていう、こうわかるこれ。そう。中国人よりも。だからね、馬にもね、サプリとか入れてるでしょ、ほんとに。めっちゃ高いの、あれは2万とか3万とかするからね。4、5万のノートでも、あ、そう、だからね、ほんと今度はマジでちょっとノート買うわ。泉ピン子ってクソボス、何これ、ちょっとほんと泉ピン子ことはそのババアはやめてくださいねっていう、誰が柴田理恵でおかしい。ムービーだ。ムービーこれちょっと、じゃあちょっと再生ってことで、ムービー。何が、あやとちえってババアだろだから、これ。ほんとね、めっちゃ可愛い。あ、ちょ、なんこれ。お、たけしさんだこれ。たけしさん。イケメンだよなこれ。たけしさんほんとありがとう今日。ありがとうございます、ほんとに。マジで。もうよかった。たけしさんに今回はよかった、本当に。あれ、たけしさんになかったら多分もうムービー切り抜いて、もう最後直線多分垂れてたわ。続いて3番のスマイルムービー。いいね。デビュー2戦目。今日は木村騎手とのコンビです。渡したんだ。そうですね。渡したこれ。ヒロ君。前走が34秒4ですか、デビュー。よかった、これ。引いてるね。あ、ちょっと甘えてる。甘えるね。もう少し33秒台は可能ですよね。ムービー甘えてる。体も。これどうよこれ。いいんじゃないこれ。446。いいね。馬体重もついてるねこれ。見た印象は結構いいんじゃこれ。俺らのあいいねとねそうそう。続いて4番スマイルムービー446キロ。いやこれマジで。あいいね。そう。あれちょっと。これあいいねムービー。これね。おなんだこれ。何今の。直近じゃない。馬体の検査を行います。あ、なに、ほうばん？なにこれ、この子。誰ですかこれ。ちょっとやめてよ、なんか波乱の予感。大丈夫これ。え、本当に勝ってるよねこれ。え、ここで実は負けましたんだ。あ、カニ歩き。うん。うるさくなってきたんだよね、結構ね。ムービー。うん。いいね、これ。うん。金田さんかっこいいね。イケメンってことで。うん。マジで。うん。かなり、よし来た！もうちょっとみんなちょっともう一回ちょっと泣くぞ、これ。うん。あ、来た！あ、これもちょっと、うん。ほばね、ほば。うん。てかちょっとやめてくださいね、怪我するからね、本当に。うん。やばい、3枠3番、もうムービーちょっと入ってるね、これ。うん、先入れみたいな。うん。え？オーバーウーマン囲ってんのあれ。あ、そっか、そこに来るよね。なるほどね。これちょっと、本当に、ムービーちょっと、あの迷惑、これね、周りにね、前ものをちょっと周りの前に迷惑かけちゃったから、ちょっと迷惑かからないようにね、しなきゃいけないんだけど、ちょっとムービー注目スタート。うん。マジで。うん。ムービー放棄。なんでやねん。うん、放棄戦は。これ、ちょっとほんと注目スタート。うん。まあ、さっきのジャパンと比べてもらえばわかるんだけど、まだちょっと幼いんだよな、こいつ。どう ?12 番、ロンリー女王、ユットゲートに誘導を受けて入ります。さあ、入った。はい、スタート。スタートしました。あかんまたこれちょっと迷惑かけてる。初戦に続きタックルかましちゃいましたっていう。うん、4番下がる。ごめん、すまんこ。うん、すまんこってこと。あー、ちょっとこれ、ビューっていってるこれ。これはちょっと、もうちょっとね、全然まだ、レースになったり。っていうかね、手応えは抜群って言ってた。何これっていうね。さあ曲がっていってと。わあ、いいね。先頭、まさか逃げるとは。いや、全然折り合ってないんですけど、これ。おい、口ばっとる。これ、口ばっとるやんけ、これ。大丈夫なの、これ。ああ、これ人気どころね、人気どころ。人気どころがまあ、3ね、これいってるっていう。これ、笠原くんこれ。どうなってるの？あ、ベストイーグルね、こいつも結構。お、どう？ムービーいってる、これ。ムービーいってる、これ。先頭。うん。これ一番人気。あかんっていう。うん。さあ、いって、これ。まだいってる。いいね。直線、いや、切ってる。あ、もういける。でもここで、あ、そう、手前がかかってない。あ、ムービー。あ、詰められる。よし。1番のフレグランスローズから追い上げましたが、どうやらこれは3着か。3番のスマイルムービー勝ちました。デビュー2戦目初勝利です。3番のスマイルムービー。最高。果敢に前に行って早め先頭を押し切りました。もう行ったわこれ。射精しそうなのこれ。何回見てもこれもうボッキ。マジでこれ。いや、これもう完全ムービー、これもうちょっとさ、もういいかな、みたいな。3番、11番、1番の順で上位3頭入選です。あ、まあね、松浦さんがちょっと打ち入れててね。こいつがね、門別の馬が来ちゃってたから、なんか、ムービーさ、まだ、ちょっとね、まだ、これ、フォームがいいよね、フォームが。かっこいいだろ、これ。本当に。チってなんだよ、チってね。パチパチありがとうってことで。いや、今回でもね、松浦さん、ね、ちょっとうちに、みんなで、ほんと、全員総出で松浦さんをブロックしてた感じだね。いや、これはもう本当枠が逆だったら、もしかしたら結果逆になったかもしれない。うん、マジで。やっぱ枠の差はある。まあ、そのジョッキーの腕もあるけど、枠の差もあると思う。マジで。はぁ、もう最高。もうほんとね、もうこれ何回見てもこれマジ酒飲めるわ。どうみんなこれちょっと俺もリアルタイムに今回見れなかったんだけど、うん、結局なんか、ね、まあ、口取りにも、うん、エージェントと、あとなんか、その辺のおっさんみたいなね、なんかどっかの、編集者の人と一緒に映りましたみたいな。あ、もしもし。あ、勝利おめでとうございます。ありがとうございます。本当ありがとうございます。はい。結構前にムービーのことをなんか、はい。いろいろ馬鹿にしてませんでした。それは多分僕じゃなくてね、君じゃないかなって思うんですけど、僕は馬鹿にしてないですよ、僕は。僕はね、ムービーは、みんなはね、そうやって、まあ、かけてくれた、お名前、ちなみにちょっと、なんて呼んだらいいですか？はい。匿名希望さんですか？万栄職員です。万栄職員さん。はい。全然声が違うんで、ちょっと、すいません。僕は、ずっと信じてましたよ。僕は。今日は、はい。ババと、はい。ジョッキーっておかげもあるんですけど、はい。ですよね。ちょっといいこと言ってくれるんですね。ありがとうございます。僕はやっぱり最後まで諦めてなかったっていう、その結果かなって、みんなはそうやってバカにしてたと思うんですよ。基本的にムービーのことをなんか、チンチンみたいな。それも、ちょっと最後なんか、それなんか、なんでそう、今ね、これいい話をしようとしてると、なんか、ちょっと面白おかしく終わってしまう。今ね、だから、ちょっと、お世辞、どういうことこれ。もうちょっと、だから僕は、ちょっと、最後まで信じたっていうね、その辺をちょっと、しっかりと今伝えようと思ったら、ちょっといつもの、万栄の、なんか、モノマネ、なんか、やられてしまいました。はい、ありがとうございます。ってことでね、そうそう、うん、そうそうね、ありがとうございます、ほんとね。万栄職員さんは、といってもなんかね、野球がうまいイケメンっていうね、もうモテるなんか3要素を全部持ってるっていう、なんかね、ちょっと、貧富の差激しいんじゃないのっていうね、ちょっと感じはしたんですけどね、そうそう。うん。神経の。だからね、だから、もうほんと君たちは、もうほんとね、ムービーの音をなんかね、もうほんと正規、もう性的な、なんか部位であるみたいなね。そういう言い方をするけど、僕はもう最後まで、やっぱムービーはやる人間じゃない。やる馬だと思ってた、本当に。俺は最後まで諦めてなかった。うん。君たちは本当に、もうこの馬はなんか、自然に返した方がいいんじゃないですか、ジェヌインさんみたいな。そういうことを言ったけど、俺はもう最後までやっぱムービーは、やってくれる。こういう感じになるとは俺は思ってた。俺はね。うん、そうそう。うん。うん、稲井さんどうもこんにちはってことね、そうそう、うん、ムービーのことは言うな、だから、ムービーのことを言うなっていうのは、それはもう秘密兵器的なもんだよ、そうそう。うん、君たちはね、チンチンと、ね、そんなこと言うからまたこう、なんかね、ジョンジョルジーンって出てくるわけでしょ、そういうのね、馬肉屋どういうことですかっていう、グラム何キロだよ、本当に。うん、グラムは1000グラムですけどね、そうそう。うん、万円さんイケメン、バケモン前っていうね、なんか本当にいいなっていうね、1個ぐらいくださいっていう、はい。うんクソハゲジェヌインスマイルムービー始める。ありがとうって、クソハゲはちょっと余計だろうってね感じなんですけど、どうもありがとうってことで、そうそう。水分ボンバーでもスマイルムービーは指数1で、マジで本当になんかよくできてるねっていうね、そうそう、よかった。うんね。ハゲ、馬券、ヘタ、バツイチ、貧乏臭い。お前ちょっとこれ、罵し終わりじゃんか、最後になんかでも、ムービーおめえと書けよ、そこ、バカ。嘘をつ、何が嘘をつ。だからね、君たちはすぐね、食おうとしたりとか、ね、すぐになんかこう、チンチンみたいな、そういう言い方をしてる中で、俺だけは諦めてなかった。もう V を見ろ、V を。じゃあ、V と見たらわかるだろ、そんなの。どっちが本当のこと言ってるか、マジで。ほんとやだ。大体ね、ほんとね、食いすぎなんで君たちは、どんだけ腹減ってんだよ、ほんとに。もうね、これでもうちょっともう、勝利、もう、勝ち馬、もう、これで、春ララは超えたっていう。うん、ごめん。ちょっと春ララは超えたわ。うん、もうちょっと勝利してしまったんで、ジャパンも今、もうこれ完全に今後、板野さんで行くから、もうどんどん行くと思うけどね。うん、そうそう。これがサイレンの勝利になったさ、ギクいや、それはとないと思うんだけど、ブービーはまだね、全然、もっとね、もう、別の意味なんだけど、まだ、競馬覚えてない。ジャパンとはちょっと別の意味なんだけど、まだ全然競馬覚えてない。折り合いとかそういう問題じゃなくて、まず走ってないって。うん。たけしさんも、だから、もう、とりあえずゲート出して、これ全然いけるなと。うん。思ったらしいんだけど、なんかね、要は、向こう上面行った時に、急になんか止まりそうになったんだって。うん。おいおいおいみたいな。うん。で、こガガ押しながら行ったんだけど、うん。で、直線全くこう走る気ないでしょ？手前も変えないし。そんな感じなんだよ。だから、そっちのこの危うさ、だから、競走馬としてまだね、結局成り立ってないんだよ。ムービーは。うん。だから、ちょっとね、いや、タイム優秀。こんなもんじゃない？多分。うん。こんなもんだと思う。うん。普通、4組のもう1個と比べたらね、ジャパン走った方と比べたら、ちょっとね、あっちはもう本当に、ちょっとね、下位クラスだから、うん、ちょっと難しいんだけど、うん、チンチンと書くでしょ、君たちは。ムービー強かった。強かった。でも、ハゲは臭い。関係ないだろ、そのハゲ臭いとか、これ。なんで馬主を人に出すんですかっていうね、放送に。なんでもう終了2分前なの、これ。まだあるでしょ、これ。うん、あと20分、今日あります。はい。ということで、うん、まず竹丸丼、まあ竹丸丼な、まあちょっとやっぱまあそのクラスがねちょっと違うんで、もうちょっとやっぱさすがにねファーストライ勝った馬とか、まあファーストライでこのね1、2着とかその争った馬っていうのはちょっとさすがにね難しいかなという感じでございまして、はいということで、まあブレスねちょっとね先ありそうだね、まあもちろん期待してるんだけど、ブレスはちょっとね今筋肉痛なんだよブレス。体全体が、ちょっと硬いですねっていう話になって、もともとね、背中が硬いって、ずっと言われてたから、まあ、それがちょっと、休ませるほどじゃないんだけどな、っていうので、順調に言ってたら、来週、再来週か、旗日があるでしょ、祝日が。その週に使おうと思って。そうそう。で、ジャパンも速攻ね、多分。で、ムービー、が、どのクラスに入るかちょっと今わかんないから、2組だと思うんだけど、もしかしたら3組でいけるんだったら、ちょっと様子を見つつね。でもちょっと、上がりが結構反動出そうな感じだったから、そこはちょっと、エージェントに見てきてもらって、そこから決めようかなと思って。そうそう。ムービーとジャパンで子供作ってスマイルユーストって、なんでその安直な言葉も、でもね、そんな、繁殖とかめっちゃ金かかるから、そこちょっと、まあ、検討させていただきますけど、距離伸びていきたい。あ、ムービーね、本当に。ムービーは、距離もそうだし、まあ、もうちょっとね、競馬を覚えたら強いかなっていう、そうそう、4組なら、まあ4組だったらね、いけるかなっていう感じ、そうそう、竹丸、そう、大敗しちゃうんだよね、だからね、初戦逆に楽に勝っちゃうと、次の時にね、まあ結構、大変っていうので、まあ今回ぐらいの着差が良かったんじゃないかな、そう、最初から見てるけど、ところでお前、ジェネインです、どうぞよろしくお願いしますって言ってるでしょ、本当に、今更ですかっていうね、本当、本当ね、良かった、マジ、てかニコニコ引退したのにスマイルって、まあそうですね。まあでもそれちょっと変えることできないんで、まあ引退したというか、まあちょっとね、しばらくちょっと間を置きつつねっていうね、そう、もう少し、こうなんか、あ、ジェヌインさんでいらっしゃいますか馬主のみたいな感じで、ちょっとこう、ぐいぐい来たら、まあなんか、あるかなみたいなね、そうそうそう。ハゲの馬って筋肉痛、ハゲの馬ってちょっとそういう言い方なんです。まあ筋肉痛というか、まあ、ムービーは添えね。で、まあ、ブレスはちょっと筋肉痛がもともとちょっと硬いっていう、で、ジャパンは全然ね、今、折り合いの方を集中してるから、体使ってないっていうのでね、まあ、それ現行なんだけどね、そうそうそう。祝日はリアルタイムで見る。あ、そうね、そうそうそう。現地行こうかなと思うんだけどね、ちょっとどうしようかなって迷うところ。やっぱ、ジャパンがね、俺勝つところ見てみた。あいつ、みんな見たジャパンの走り。俺もうジャパンの走り見てるとね、涙が出るんだけど、本当に。まあ、今回、ムービーでもう勝ったっていう嬉しさで涙出てるけど、ジャパンのね、このけなげな走り。まあ、それを、ちょっと無理やりね、馬主のところでちょっと封じ込めてる状態なんだけど、ダッシュ効いてんのにわざわざ下げさせられて、砂かぶせられてみたいな、なんていうかな、ちょっと貧乏な家のめっちゃ可愛いね、そう、顔は上戸彩に似てるめっちゃ可愛い女の子なのに、ちょっと家庭の事情でお金が、家庭にないから、なんか、無理やりなんか風俗に売られて、もう、なんか顔とか、バカ！ちょっと何言わせるんだよ、本当に。ちょっと、本当そういうことをやめてくださいね。ジグストはちょっとそういうバンとか厳しいんで、本当ちょっとそういうのやめてくださいねっていうね、そうそう。ありがとうってことね。2勝目おめってこと。30万取ったから、そうなんだよね。2組に行っちゃうかなっていうね。まあ、あわよくは3組入れたらね、ラッキーって感じなんだけどね。そうそう。下位クラスでね。まあ、基本はね、そうそう。まあ、そんなに飛び抜けてね、強いまでもないし、まだ競馬も覚えてないんで、できれば、ちょっともうちょっと下の方でね、たけしさんが、まあの、乗る間ないから、もう一回乗るみたいな、そういう感じでもうちょっといけたらいいなって思ってます。賞金何に使うか。ちょっとね、賞金はもうほんと前回も言ったんだけど、基本的には、新しいパソコンを買います。もうこれはね、皆さんに、このね、支援まみれで本当に、まあ、これ今ね、ちょうど映してるでしょ、これ。ちょうど今ね、チャット映してるから、みんなが自分のコメントを打って、で、どれだけ反映されるのにどれだけ時間かかるかってこう分かるでしょ。あ、ちょっとね、じゃあ、すいません、ちょっとこれ誰の放送ですかっていうところでね、ちょっと、すいません、ちょっと僕は、右クリックで、プロファイル、あ、ちょっとね、ごめん。実はちょっとね、まあ、先にちょっと、ちょっと、すいません、ちょっと顔をね、ちょっと、これ拡大率で、75% ってことで、ちょっとクリックってことで、ちょっと待ってよ。こうやって、こっちで、こうやってってことね。あ、どうも、ジェヌインです。どうぞよろしくお願いします。ということでね、勝ち馬の馬主です。どうも、こんにちは。ちょっと、お目目がちょっと涙で腫れてますけれども、そうそう。ということで、実は、今日ですね、あ、ちょっとマイクがね、ちょっと、ボケて映ってる。まあ、皆さんご存知の通りね、我が、スマイル軍団、2勝目と、いうことなんですけども、これはね、もう大変、本当はね、園田競馬って、中央と違って、そんなね、勝ったからってなんか例えば副賞で何かもらえるとかないんですよ。わかりますこれ皆さん。うん。臭いとか、ちょっと臭いのは、それはストロー入ってないから臭いんですけど、君たちも臭いでしょっていうね、そうそう。あ、稲井さんどうもこんにちはってことで、そう、万円さん放送お疲れ様です。ありがとうってことでね、そうそう。ちょっと後で僕もね、タイムシフト見ます。はい。で、基本的に、副賞とかないんですけど、なんと、みんなビビるぞ、マジで。ビビると思う。うん、ちょっとこれ見にくい。マジでビビると思うんだけど、見る？まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、井上プロというね、園田競馬で、まあ、来るたびに5万、10万買ってしまう馬券のプロが、まあ、いらっしゃいますと。うん。そう、その方が、なんと、マジでみんなビビるぞ。ちょっとこれね、今、映していいカメラに、うん、うん。エミさんこんにちは。あ、こんにちはってことね、エミさんね。女の人だったらちょっとやらせてください。はい。岩井酒。いや、岩井酒なんていうもうレベルじゃない。ちょっと見るマジで。ちょっと、じゃあ、これね、カメラでちょっと映しますってことでね。これはジェヌインです。はい。どうぞこんにちはってことでね。そうそう。見るこれ。ビビるぞ。ちょっとじゃあ、映します。ちょっと変なもん映らないよね、ちょっと。まあ、これちょっとね、僕の部屋なんですけど、まあ、これちょっとね、写真とかがこう、飾ってあるんですよね。はい。これムービーの写真とかもこう飾ってある中で、ビビるなよマジでちょっと。いい？映すよこれ。マジで。うん。ビビるなよ本当に。あ、これ大丈夫映ってるこれ。うん。どうこれ。これめっちゃ、お、ちょっとこれ、重賞取ったんですかみたいな。これ、ちょっと、C23 組なんですけど、これ、すいません、盾をいただきましたっていう、これ、C2 で、これね、多分ね、重賞だよ、これ、重賞。うん。普通に、これ、重賞くらい、園田でこんなんもらえないから、これ。うん。いい？これ、すごくない？これ。うん。いや、これ見て、これ。見てみろよ、これ。オリジナルだって、これ。見て、これ。すごい。マジで。もう C23 組。これすごくないこれ。しかもよ。続きまして。はぁ、でかい。でかい。いただきました。ありがとうございます。これもらっちゃった、これ。マジで。いや、違う。井上プロがね、作ってくれたっていう、これ。どうこれ。すごくないこれ。右のはね、ローションです。はい。これローションです。はい。これ4組っていうね。うん。4組でこれ作ってもらった。これ、1組とかあったらこれ、ね、ちょっと家に入るのかなっていう。マジで。うん。本日です。ちゃんと、ほら、園田4組1、2歳、優勝、スマイルムービー5、2歳、オス、タイム、ダート、右ま、めっちゃタイムリー。1400メートル、量、1分32秒9。2011年。っていうかね、これもらったんだけど、その時俺まだ見てないっていうね、そう。まだ VTR 見てないんですけど、みたいな。うん。ありがとうございますっていうね、これ。ローション版、しょうがないで映ってしまったんだから、そう、隣にタバコを置いて、こう、比較しました、みたいな。そういう感じ、そう。うん。これ、どうよ、これ。マジで。いただきました。ありがとうございますっていうね、本当に。うん。そう。もう、井上プロはね、いろんなプロだねっていう、マジで。ちょっとまあ、プレスはね、ちょっとまだ C2 なんでこんな感じなんですけど、これ。ありがとうございます。はい。ちょっといただきましたってことでね、これ、もうこれ超貴重。これもうほんとね、僕が生活困ったら、ちょっとヤフオクに出ますねっていうことで、はい。ありがとうございますっていうね、そう。うん。家に入るかなって、それぐらいのね、そう。うん、井上プロすごいです。はい。馬、週末の新、どういうことだこれ、馬週末の新一でちょっと、あれが、馬主松野が手にした最後、そんなこれが始まりですねって本当になんかオリンピック選手みたいにめっちゃ並べるんですけど、本当、後で膨大な請求、ちょっとね僕今ちょっとあんま払えないんでちょっと勘弁してください。280円ぐらいだったら払います。はい、それは本当にちょっともう予託が払えなくなったら、ちょっとこれを、20万ぐらいちょっとね、ヤフオクに流そうかなっていう、1枚10万、高いなっていうね、売れるだろ、めっちゃ売れるこれ、めっちゃ入札してくださいねっていう、井上プロがそれ500、高いなこれ、ちょっと500、どんだけ金持ちなんですかっていう、3倍ぐらいの、だいたいね、これ3倍ぐらいでしょ、これ、ちょっとね、やっぱみんなで、もちろんね、マイネルブレスも、変わらず可愛いけど、やっぱりね、みんなからちょっと本当に、生まれた時からっていうのもあれなんだけど、買った時から一緒に見てきたね。みんなで名前もつけたし、やっぱこれはちょっと思いもひとしおだってことで、よかったよね、これ。これがね、ジャパンの分もちょっとね、できれば、ね、行きたいなって思ってます。はい、何が、請求書とかちょっとやめてくださいねっていうね、もう払えませんから、本当に。家賃はだから払わないって言ってる。何回言わせん、君たちは、本当に。家賃は払いません、本当に。だから、3ヶ月おきにね、一応ね、もし俺の総資産が、1億を超えたらちょっと考えます。はい。馬のね、っていうか、ちょっとね、この調子でいくと、これ、馬増やせば増やすほど儲かるんじゃねってちょっと思い始めてきたんだけど、これね、これちょっと今、勝負のしときかなってちょっと思ってる。今、特に紹介してもらってるのがいないからね、ちょっと考えもんだなと。これはちょっと考えもんだなと。お金入ったんで言うなってそれは、ちょっと内緒にしといて、今大事な時期だから本当に。ここは今、ちょっと金はちょっと転がすから、今ある資産を転がして、さらに増やすみたいな。そういうこと。家賃払いませんだから、ちょっと予託もあるんでね、次ジャパンだね、本当に。楽天ポイントの余りで、なんでそんな低いんだよ、もうちょっと上、ちょっと楽天ポイントが現金。いや、簡単じゃないと思うよ、これ、ほんと作るのね。余裕ができたらね、払います。はい。王貞治が使った、青ダモのバットを削って作るから、800万。めっちゃ高いです。ちょっと800万とかちょっと無理です。ちょっと、地方ではね、そんな賞金のレースないですね。その他多分一番高いのでもそんなないんじゃないこれ、800万。JCD だ。JCD は、ちょっとね、さすがに、どうかな。ちょっと、それよりもまずはね、セカンドトライとかは、無理かな。ちょっとでも間に合わないかな。でも、いろいろね、もう一緒だよ、だから。だからそこはちょっとね、一つずつ積み重ねていくしかないと思ってる。ぶっちゃけの話ね、これは。だからそこは頑張っていこうと思う。次ジャパン、ね。ジャパンに作る。ジャパンはあと2、3走させたらちょうどいいまた食おうとしてる君たち、本当に。やめてくださいね。今、一生地でしょ、本当に。こっから、もう、ぐい、上り調子だから、これ。ぐい、本当に。まだ食おうとしてる。ちょっと不思議でならない、本当。何が元取れないだろう。だから、元は取れるよ。馬代をどんどん、こっから、君ら、本当に、もうね、君ら、もうこれ、録画してあるんだけどもさ、これ、録画してあるんだけれどもさ、マジで、ムービーもね、こうやって言ったと、ね、ジャパンも来るから、もう君らはそうやって、ね、食うかダバかどっちかしか言わないけど、絶対に俺は、もうジャパンも来る。ジャパンもちゃんと俺の目の前でもう勝って俺が抱きしめてやるみたいな。もう上戸彩と思って思いっきり抱きしめてやるっていうね。もう。で、ジャパンで俺が初の、やっぱりね、もう、ジャパンにとって初めて。俺にとっても、初めての口取りみたいなね。で、初めて同士、童貞と、処女の、セックスみたいなね、そういう感じがね、ジャパンとできればいいなと思います、有頂天ですね、もう夜嬉しくてしょうがないです。皆さんも嬉しくないですかっていうね、ほんとここまでね、一緒に見てきて、よかったんじゃないかなと思うんですけどね、ほんとね、まだ元全然取ってないよ。全然取れてないよ。元取るためには、だってさ、ちょっと個別の値段はね、ちょっと言ってはいけないものまでちょっと言わないですけど、相当、数百万、500万以上ですね、100万台後半かかってるわけですから、その辺はもう全然ちょっとね、話にならないです、まだ。はい。なんで中国女買うの？どういうことこれ？何このだから本当に、僕もね、結婚したいんですよ、再婚を。はい。僕も人並みの幸せが欲しいんですね、皆さんみたいに。はい。なので、ちょっとちょっと、上海出身のね、またちょっと、可愛い子がいるみたいなんで、まあ、それはちょっと、また、おいおいね。そうそうそう。うん、そうそうね。ね。うん、全レース勝つと、じゃ全レース勝つとかも、っていうかもう、一個一個、本当に。うん、一個一個ね。うん、出走手当高いのって、そう、2歳まで。うん、だからそこは、でもそこだからこそ使い、続けてもっていうのはあるんだよ、やっぱりそこは。やっぱ勝ちにいかないとね。そうそう、いずれ稼げなくなるから。うん、そうそう。白子さんって生主は今お祝い放送。あ、本当にありがとうってことでね。そうそう、ありがとうございます。はい。ムービーは盛岡、芝津。あ、それはね、でもね、芝津買いたいなと思うほど、やっぱり飛びが大きい馬だからね、そこは、うん、思うね。そう、まあ、スピードがあるかなっていうのはあるけど、うん、抱きしめてジャパンに蹴られる。なんでそうやって人を殺そうとする本当に。やめて。ちゃんと収支計算だ。ちゃんと収支計算したらってもうね、それはもうちょっとね、難しい。うん、いろいろ。そう、難しいことできない。うん、そうそう。だから、ピンコ、上戸彩って言ってるだろ。なんで君たちわかる。どこあんなババアですかっていうね、本当に。ブレスいくらだそれはちょっと言えません。はい、ちょっともうブレスは、ちょっと、ちょっと、オブラートにかけて、P でお願いします。今来たおめでとうってことね、次、そう、次ジャパンねってこと、ほんとね、うん、最高。再婚したいだろ、だから。うん、再婚した。僕も、支えてくれる人が欲しいんです。はい、家に、工場から帰ってきて、家にね、真っ暗で誰もいないと、ほんと辛いんです。はい、もう、ちょっと30超えてるんで、そこはもうちょっと、ね、あなた、こうやってね、あなた、おかえり、おかえり、あなた、今日、じゃあ、ご飯にするお風呂にするそれとも、あ、た、しーみたいな、もう、いや、あたし、みたいな、ガバン行く、そういうのが欲しかった、本当に。うん、そういうのね、ちょっと幸子さんは一切やらせてくれなかったってね、そうそう。うん、無理じゃないよ、こっからだ、こっから。うん、架空なんて、不正字になってないと、何これ。もしもし。気持ち悪いので通報しました。ちょっと、帯広から通報ってどういうことですかっていうね、これ。何これ。ちょっと、やめてください、通報は。はい、ちょっと勘弁してください。今ね、いいところなんで、ちょっと、もうすぐね、モテそうなんですよ、僕も。なんか、うん、なんかね、ぐいぐい感じてるんですよ。もうちょっとで、再婚とかね、目が生えてくるかなっていう、はい、そんな感じ。ちょっと、若い目を摘むのね、ちょっとやめてくださいっていう、はい。うん。ジャパンは、本当に、もうマジで可愛い。あいつはもう本当に人間だった、俺はね。うん、ちょっと結婚してたかなっていうね、そうそう。書くなってたから、ほんと。ちょっとまだいろいろ問題になったら、ちょっとあかんな、それ。うん、放送終了まで、ちょっとね、放送終了までね、もう残りわずか5分ぐらいってことでね、ちょっとエンディングもそろそろかけていくんだけど、うん、ちょっとかけていこうか、うん、そうそうそう。うん、何私でよかったら結婚しましょう。バイ、柴田理恵。なんでブサイクもうブサイクだし、もう結婚してんじゃんか、柴田理恵って。もうほんとやめてください。もうほんと面食いなんで、もう、うん。でもね、ちょっと、セックスだったら全然ね、僕、こだわりはないんで、はい。もうちょっとやらせてくださいねっていうね、マンコ流れが来てるんで、スマイネル軍団、本当にね、これはいけるなと、これはいけるなと、本当に今日はちょっと感動的でした、本当にね、皆さんありがとうございますって思って、うん、本当に、うん、延長ます。みんなもね、よかったらまあ見つつ、